こんにちは。ストーンイーリス虹チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストの夏希です。前回サンキャッチャーのお話をしたら注文が殺到しまして、あっという間に在庫切れになってしまいました。今入っている商品の発送が完了したら新しいサンキャッチャーの作成に入ろうと思っていますので、楽しみにしていてください。そしてまたストーンイーリスからの注文確認メールが届かないといったトラブルも起こっています。必ずこちらから自動配信メールが送られるので、もしメールが来ない場合は迷惑メールに入っているか拒否設定になっている場合があるので確認をお願いいたします。では本題に入りますが、今回はリアルで現実的なお話をしようと思います。前回もご紹介した CGS のチャンネルから橋本自然農園の橋本進さんという方との対談内容をお伝えします。橋本さんは和歌山県で20年間自然農法で野菜を育てている方です。ちなみに自然農法の特徴とは無肥料、無農薬、自家採取です。そこのスタッフの田中さんという20代くらいの女性も一緒に出ていたんですが、彼女の証言に愕然として改めて食は大事だなと痛感したので、皆さんにもシェアしたいと思います。以前動画でコンビニやスーパーに並んでいる商品を私たちは安全だと思って食べているというお話をしましたが、今回はさらにリアルで衝撃的な内容でした。今回登場する田中さんのことを簡単に説明すると、ある病気をしてから化学物質過敏症になり、どの野菜も受け付けず、炊飯器から発するご飯の水蒸気ですら体調が悪くなって気絶していたそうなんです。それはお米についている農薬を全身に浴びるからです。そんな田中さんですが、橋本自然農園の野菜と出会ってから体調はみるみる回復したそうです。そして田中さんはもともと看護師だったんですが、この自然農に出会ってから橋本自然農園のスタッフに転身し、今では自ら自然農法に取り組んでいるということです。そんな彼女が実際に経験した自然農法と健康についてのお話ですが、彼女はある病気になり全身麻酔を打ち、体に金属を入れる手術をしたそうです。しかしその後余計に体が悪くなり、今まで大丈夫だったものに反応したり、急に食べ物が合わなくなったそうです。それが後に化学物質過敏症と気づいたそうなんですが、ちょっとした農薬にもジンマシンが出たり体が痛くなったりして、触れられないものや使えないものがたくさん出てきたそうです。この病気を治すために薬がいいだろうと思って病院に行ってはいろんな薬を試したそうです。でも薬を飲むとすごく副作用が出るので、本当は辛くてやめたかったけど、やめると治りませんよと指導されるので怖くて飲み続けていたそうです。よくある話ですね。そして彼女が一番最初に反応した食べ物がハムだったそうです。ハムが冷蔵庫にあると体中が痛くて、おそらくハムに入っている添加物に反応したんだろうと言っていました。そして有機野菜だったらなんとかギリギリ食べられたそうですが、食べても食べても体に元気がみなぎらず、田中さんはどんどん痩せていき、ひどい時は26キロ台まで落ちたそうです。もう何を食べても体が痛くなり、消化器系に潰瘍ができたりして入院もしたそうです。でも点滴をするとまた体がおかしくなるし、医療用の栄養ドリンクも手の皮が全部むけて膿が出てくるなど、さまざまな症状があったみたいです。もう死ぬんじゃないかと思い、なんとか頑張って栄養ドリンクを飲もうとしても体が受け付けず飲めなかったそうです。その頃は家族が体に触れると家族が使った石鹸や洗剤のせいでひっくり返るほどひどかったそうです。そんな中、自然農の無農薬野菜は食べられるようになり、なんとか退院して家に帰ったけど、家の中にあるいろんなものに反応して大変だったみたいです。ちなみに田中さんは土に反応するので、土がついた根菜類は抵抗があったようです。でもあるマルシェに行った時、とあるお店の人参に強く惹かれたそうです。すごくパワーがありそうって思ったけど、
怖くて買えずにいたら、お店のお兄さんが食べてみてくださいと渡してくれたそうです。で、家で食べてみたら、今まで飲んでいた薬は何だったんだと思うくらい体が元気になって驚いたということなんですが、それがまさに自然農法で作った無農薬野菜だったんです。ちなみに有機野菜は安全と思って食べている方もいますが、実際は JAS が認定している31種類の農薬に関しては使用してもいいことになっています。野菜の作り手によっても変わってくると思うんですが、なので田中さんも有機野菜を食べると膝が痛くなったり手がうんだりしていたようです。で、自分の体は有機野菜はダメだけど自然農法の野菜なら大丈夫なんだと気づいて、なんとか手に入れて食べていたそうです。その頃になるとかなり敏感になりすぎて、商品を手に持っただけでこれは何を使っているとか、どんな風に作られたのかが分かるようになっていたそうです。おそらく自分の体を守らなきゃっていう防衛本能から来てると思うんですが、かなり感覚が研ぎ澄まされてスピリチュアル能力が開花しているように見えます。で、田中さんはそこで知り合った人に初めて橋本さんの農園に連れて行ってもらうことになったんですが、道中車の中ではぐったりしていたのに、農園に着いた途端水を得た魚のように元気になり、どんどん畑を歩き回っては感動していたそうです。この土の上で寝たいと思うぐらい気持ちよかったと言っていました。その寝たいと思った場所が一番長くやっている自然農法21年目の土だったんです。で、その畑の土を持って帰って枕元に置いて寝るととても楽になり、よく眠れるそうなんですが、すごい話だと思いませんか。今回彼女の様々な体験を聞いて、自然の力の凄さをまざまざと見せつけられた気がしました。ちなみにホームセンターで売られている土からは何のエネルギーも感じず、むしろ自分のパワーがなくなっていくと田中さんは言っていました。とにかく彼女は生きる上で相当生活に支障が出ていたようですが、橋本さんの野菜を半年間食べ続けただけで新幹線にも乗れるようになったそうです。化学物質過敏症の人は電車に乗ることはできないそうなので、ここまで回復するのは奇跡に近いのかもしれません。ちなみに化学物質過敏症とは、農薬などの化学物質だったり、家の新築の材質、殺虫剤、カビやダニ、薬の飲みすぎ、金属の触りすぎなどで自分の中の化学物質を受け入れるキャパを超えて溢れると発症するそうです。体を守るために免疫系、脳神経系などのあらゆる防御反応が働くようになるために起こると言われていますが、実はよく分かっていないようです。特に日本人にこの病気が増えている理由は、添加物や農薬、遺伝子組み換え食品、着色料と言われているそうです。このように現代の日本社会は人工化学物質であふれかえっていますが、実は彼女の反応が当たり前で体としては正常なのかもしれません。私たちの体は悪い意味で毒に慣れてしまい、鈍感になっているのではないでしょうか。知らず知らずのうちに毎日微量な毒を体に取り入れているので、昔なかった病気が増えたり、万年体調不良の人が多いのかもしれません。あとは以前の動画でも話しましたが、不要な薬ですね。彼女も薬を飲んでいる時は体調が悪くて、自然農法の野菜を食べたら体が元に戻っていったということなので、どれだけ薬が毒で自然の野菜が体にいいのかが分かりますよね。田中さん曰く、自然農の野菜を食べると思考もクリアになり、全身の細胞が入れ替わっていく感覚があるそうです。しかも食べた時だけではなく、ずっと持久力が続いているのが分かるそうです。もちろん病院のデータの数値にもその結果がしっかりと現れていて、病院の先生もなんで彼女がこんなに元気になったのか驚いていたようです。しかし田中さんは、野菜なら何でもいいわけではありません、自然農法の野菜だから良かったんですと言っていました。耳が痛いですね。野菜野菜とたくさん食べていても、残念ながらあまり栄養もエネルギーも取れていなかったようです。
それどころか余計な毒が溜まっていき、体調不良を引き起こしていたとはがっかりです。野菜嫌いの子供がいますが、ひょっとしたら毒が入っているのがわかるのかもしれません。農薬が入っていると本来の野菜の味がなく苦いそうなので、だから野菜が嫌いな子供が多いのかもしれません。田中さんの話を聞いて、こんなに体に違いが出るのであれば自分も試してみたいと思って、早速自然農法の野菜やお米を調べてみました。検索するとたくさんの農家さんがいろんなものを販売していました。私が購入したのは、まずは橋本さんの野菜セットですね。それと別の農家さんが作ったお蕎麦とお出汁、そして卵を購入してみました。まだ届いてないので、またそのうちお伝えしたいと思います。あまり神経質になるとストレスがたまり本末転倒なので、まずはできるところから始めてみたいと思います。ちなみにネガティブな気持ちで始めるのではなく、これを食べたらどれだけ体が浄化され、どれだけパワーが増して体が喜ぶんだろうとワクワクしながら始めるといいと思います。作り手さんの素晴らしい思いや用のエネルギーがたくさんもらえそうで、今から楽しみです。そういえば田中さんは、同じ自然農法の野菜でも土地や作り手さんによっても波動が違うし、届ける人の思いや受け取った時の自分の思いでも波動が変わると言っていました。自分が喜んで受け取ると野菜が喜んでいるのがわかるそうです。改めて何でも波動でできているんだなぁと感じました。あとは農薬だけではなく、いい土、いい種も大きく作用してくるようなので、食べ物は奥が深くて面白いなぁとどんどん引き込まれてしまいました。私たち人間はそのままで完璧だった自然のサイクルを破壊し、どこで取れたかもわからない種からできた農薬まみれの野菜を食べ、病気や体調の悪さに苦しんで生きているというわけですね。このような人工化学物質が私たちの体にどんな悪影響を及ぼすのか全く考えもせず、ただただ経済の発展や利便性を優先して生きてきた人間の愚かさを感じました。そして世界中で問題視されているフードロスの問題も大きいと思います。食料が足りていない国もたくさんあるのに、日本ではどれだけの食品が今まで廃棄されてきたのか考えるのも恐ろしい量です。私は長年飲食業界にいたんですが、特に忘年会や歓送迎会の廃棄の量はひどいもんでした。みんな飲むだけ飲んで騒ぐだけ騒いで、宴会の料理は食べない人がほとんどだったので、毎日大量に捨てていました。こんなことを繰り返していてはいけないと思います。なので、このようなくだらない会社の忘年会や宴会は、これから来る風の時代には必要ないと思いませんか？でも今現在コロちゃんの影響で実際宴会などはできなくなっていますよね。これも宇宙からの警告で必然だったのではないでしょうか。お店側もやり方を変える時なのかもしれません。私たちはあまりにも傲慢になりすぎて、食べ物に対する感謝が足りていない人が多い気がします。テレビでよく見かける大食いタレントが一人で大量の料理を食べまくる番組や、番宣をかけた激辛の早食いに大食い競争。なぜテレビがこんな番組を作るかというと、見る人がいるから視聴率が上がるからです。ここもやはり私たちが意識を変えていく必要があると思います。テレビや先ほどの野菜に限らず何でもそうですが、私たちがそれを選ばなければ作り手も企業も社会も変わっていくのではないでしょうか。ということは、やはり私たちが賢くならないといけませんね。私もまだまだ知らないことだらけなので、もっといろいろ知りたいと思いました。ということで今回は以上となります。また概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。面白くて止まらなくなると思います。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。